たった5つのシンプルな動きで全身をバランスよく鍛えるピラティス。さあ、マットの上に足を軽く広げ、曲げて座りましょう。座骨がしっかり床に当たり、骨盤が立ち、その上に背筋がまっすぐ伸びて、息を吸いながら頭を上に、そして吐きながら背中を丸くして、お腹を覗き込む、背骨が丸くなります。骨盤を傾けて、次にまた吸って上に伸びる、胸を軽く空に向けて、吐きながら丸くなる。これをみんな呼吸と連動させながら続けていきましょうね。吸いながら上で、伸びる伸びる、胸開く、吐きながら丸くなって、骨盤を傾けて、今やっているのは背骨の動き、腹筋を丸くなっている時に使っています。肩は上げないように注意ね。こうやって背骨を下から上に全部動かすことで、背骨の柔軟性を作っていきます。尾低骨が痛いっていう方は、ぜひお尻の下にお座布団やマットを丸めてやってみましょうね。吐くときに肩は上げずに丸くなり、お腹を引っ込め、おへそを引っ込め、腹筋をしっかり使う。吸うときに空に伸びるように、胸が上、頭が上に引っ張られていくように、吐いて、吐き切るまで腹筋を入れて、吸う時に胸にたくさん呼吸を入れて広げていきましょう。背骨と骨盤を動かした後は、これがまっすぐに立つポジションを探していきます。まるで柱のように、これをニュートラルなポジションと言います。腕を上げて軽く広げ、大きく息を吸って、空に頭を伸ばしてから吐きながら回転をかけます。回転をかけるのは背骨だから、お尻は一切動かないし、足も一切動かない。お腹をぺったんこにして回転かける。吸いながら戻ってきて、吐いて、今度は反対側に行きます。まるでお雑巾を絞られているかのように、胴体を絞っていきましょう。吸って上に伸びて真ん中に戻り、吐いて、今度は反対方向、続けますよ。吸って真ん中に、正面にまた戻ってきて、吐きながらタオルを絞るように反対側に肩落としてね。そして足、みんな動いてないですか？お尻から下は一切動かないから、しっかり内股の筋肉も何か挟んでるような意識をしてやると、足が動かないし、しかも下半身も一緒に鍛えられちゃう。骨盤を立ててね、上に上に伸び続きますよ。あと1回転ずつやりましょう。しっかり右に行って、お腹を滑ったくする。センター戻ってきて、吐いて反対に行きます。吸って戻してくる。それでは手を下ろし、次は床に仰向けになって、体幹と足のチャレンジをしていきましょう。床に寝そべったら、まず背筋がピーンとまっすぐに伸びているのを確認し、骨盤、背骨をニュートラルにします。まるで恥骨の少し上にお茶を乗っけているように安定させて、腕を軽く T のラインに開きます。左足は曲げておいたまま、右の足を天井に伸ばす。骨盤が全然変わらないように、息を吸って用意、吐きながらお腹を小さく引っ込めて足を下ろします。床すれすれまで吸って上げる、吐いて下ろす、繰り返します。息を吸う時に上で、吐く時に下ろすね。そして吐く時にお腹をペッタンコにして下ろすことで、骨盤は全く動かずに、足を足の付け根から、つまり股関節から動かすことができるの。だから足を動かしているエクササイズなんだけど、これはみんなの腹筋の一番深層部、体幹のエクササイズでもあるのね。吐いてお腹を薄くして、お茶をこぼさないようにして足を下ろし、吸ってあげる。股関節の可動域が狭い人は足をこんなに動かせないかもしれないけど、大丈夫、みんな自分の範囲で動かしてみようね。おへそと恥骨の間にお茶を乗っけてると思ってみて、それを
倒さずに足を動かすの。イメージ大事大事。では足を交代しましょう。右足を床に置き、骨盤の右左の高さを変えないようにしながら、今度は左足をお空に伸ばす。息を吸って用意をしたら吐いて、足を遠くに伸ばしながら床スレスレまで下ろし、そして上げる。吐いて下ろす、吸って上げる。繰り返します。吐いて下ろして吸ってあげるね。みんなこれをやってると、あれ右左なんだかやりやすさが違うぞっていう発見もあるかもしれないよね。自分の体を知る、自分の体の声を聞く、とっても大事なことです。吸ってあげて、吐いて下ろす。足を遠くにね、誰かにちょっと引っ張られてるようなイメージをして下ろしてみて。片足動かしたって骨盤は全然グラグラしないし、そして首と肩はリラックスしてるよね。さあ、これでお腹の奥しっかり使いましたね。それではバランスを整えるために、次は背中です。マットの上にうつ伏せになります。しっかり背筋を伸ばして、足を遠くに置くイメージをして、手と手を合わせて、その上に額を休ませます。横向きたい人は向いても OK。 お腹を引っ込め、腰を伸ばし、そしてお尻をキュッと、お尻を収縮して、両足を軽く開いて上げた状態で閉じます。かかとを合わせるように閉じる、少し開いて閉じる。これを繰り返して、腰を反らないようにお腹引っ込めて、足は遠くに伸ばしてるよ、スレスレ。伸ばしたら床に置いて、今度は背中の上の方、手と手を胸の横に持ってきて、脇をキュッと締めます。まずは吐いてお腹を引っ込め、腰を守り、吸いながら顔と胸を上げてきます。そして吐きながら下ろしてお腹を引っ込める。吸って顔と胸を上げる。吐いて、肋骨の下の骨は床につけと置いたままにすると、腰を反りすぎるのを避ける。やりたいところは肩甲骨の間のあたりがちゃんと収縮して、胸を上げてる感覚。吸いながら胸に呼吸を吸うようにしてあげると上げやすい。吐くときにでもお腹を引っ込めることで、腰椎の腰のね、骨を使いすぎるのを避けることができます。吸って上、ちゃんと肘体に寄せておいてね。肘は後ろの方向ね、外向いちゃわないで後ろと思ってて、最後に1回あげたら、そこから手と手を後ろに伸ばし、掴める人は手と手を合わす。後ろに手がどんどん引っ張られるように伸ばしてみましょう。胸の前や肩の前が伸ばされます。はい、下ろしてきて、ではゆっくりと一度横になり、床を押しながら体を起こしていきましょう。たった5つの動きなのに、全身がすっきり気持ちよく整う、私も大好きなシリーズです。ぜひ繰り返しやってみてね。今日はヨーロッパの南仏から愛を込めて